スやめろ、即時停戦を、 1.25 アルタ前アクションを始めさせていただきます。司会を務めさせていただきます実行委員の石山です。よろしくお願いします。皆さんにお願いです。後ろの展示ブロックがあるところは通路となっていますので、そちらの方には開けてください。なるべくですね、こちらの方に寄ってきて、こちらも少しまだ空いていますので、こちらの方に寄ってきていただいて、集会の参加よろしくお願いします。通路の確保よろしくお願いします。それではですね、まず最初に今日お集まりいただいた皆さんと一緒に、スプレーボールコールを上げていきたいと思います。ちょっと司会の喉がですね、ちょっと枯れているので、今日は冒頭は愛子さんにお願いしたいと思います。こんにちは。もう会社に声が届くぐらいの気持ちで、この新宿の騒音よりも大きな声でコールしていきたいと思います。よろしくお願いします。今すぐ停戦！
んは。新宿アルタ前をご通行中の皆さん、こんばんは。私たちはパレスチナに平和を緊急行動という市民グループの集まりです。市民と有志の集まりです。10月イスラエルによるガザに対する虐殺が始まってから、私たちはひどいことが今パレスチナで起きている、イスラエルによって大変なことがやられている、そしてそれをアメリカやイギリスや、そして私たちの住んでいるこの日本の国も応援をしている、とんでもないことが起きているということで、10月の半ばから3ヶ月にわたって全国の各地の仲間たちと一緒に今行動しています。私たちが何を考えてこういうことをやっているのか、ここに書いてある言葉をご覧ください。一個一個ぜひ見てください。パレスチナはガザに平和を、イスラエルは虐殺をやめて、フリーパレスチナ、フリーガザ、そしてガザへの空爆をやめろ、子供を殺すな、ストップジェノサイド、フリーパレスチナ、たくさんのことが書いてあります。これが今ここに集まった私たちの思いです。この瞬間もパレスチナ、ガザではたくさんの人たちがイスラエルの兵士によって殺されています。もうどれだけ殺されたんでしょうか、何人殺されればいいんでしょうか。本当に世界の多くの人たちが、イスラエルはジェノサイドをやめろという声を上げています。イギリスやアメリカや いろんなところで行動が起きています。イギリスではこの前30万ほどの人が集まりましたよね。この日本でも北海道から沖縄まで本当に毎日のように市民が、イスラエルは虐殺をやめろ、ジェノサイドをやめろ、パレスチナに連帯するぞ、パレスチナを解放しろ、たくさんの声を上げています。今私たちが頑張っていたら、この虐殺が続きます。なんといっても1日も1時間でも一刻でも早く、このイスラエルによるパレスチナの子どもたちや、パレスチナの女性たちやお母さんたちや、パレスチナの人々を殺す、この虐殺を止めなければいけないと思います。私たちに何ができるか、いろんなできることがあります。ここにボイコット運動、パレスチナに、イスラエルに関係している企業のボイコット運動もあります。私たちの日本政府そのものに、この伝統を、虐殺をやめさせるために、もっと真剣に、もっと真面目に日本は努力をしろという要求も必要だと思います。あるいは全世界の人と一緒に共通の声を上げて、世界中の世論にする必要があると思います。どうか今日寒い中ですけども、皆さん一緒に1時間の行動になりますけれども、一緒に声を上げたいと思います。パレスチナの虐殺を絶対に一刻も早く止めよう。イスラエルは直ちに停戦しろ、戦争をやめろ、こういう声を上げ続けたいと思います。今日の行動にご協力ください。これからご通行中の皆さん、ぜひ私たちの声に耳を傾けてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは続きまして、選議会からおさむさん、お願いします。どうも皆さん、お疲れ様でございます。非常に冷え込んでおりますけれどもね、こうして、同じ思いを
一つにする多くの仲間が集まっているということ、このことに私たち勇気と自信を持ってですね、これからの取り組み、そして一刻も早くですね、ガザの人々に平和が訪れるように、安寧な日々が訪れるようにですね、全世界から声が上がっておりますけれども、こちら東京日本からも大きく声を上げていこうではありませんか。いよいよ明日から国会も開会します。通常国会も開会します。聞くところによると、いろいろと悪い法律が、法案が準備をされているようでありますけれども、日本政府はしっかりとガザの人々の安心した生活を取り戻せるように、一刻も早く停戦をしろということを働きかけるべきだというふうに思います。明日国会開会しますけれども、12時から総務会行動として国会開会行動を、議員会館前で開催をします。12時からということになります。こちらの方にもですね、多くの皆さんが集まり、そして、日本政府に対する声を上げていきたいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。今中田さんの方からの話がありました通り、イスラエルとハマスの戦争が始まって3ヶ月が経ちました。すでに2万人以上の方が亡くなっているという報道があります。そのほとんどが子どもたち、あるいは女性、そうした方たちが亡くなっているという現実があります。無差別爆撃、北部24の病院、そして難民キャンプ、あるいは避難している人々、学校や避難所、すべてを何万発ものミサイルで破壊がされている、そんな状況が伝えられております。ニュースを見ながら多くの方が心を痛められているんだろうというふうに思います。この何十年にわたってですね、このパレスチナ人への抑圧、そして迫害を見て見ぬふりをしてきた国際社会にその責任があるんだろうというふうに思います。ガザの人々の命がこれ以上犠牲とならないためにもですね、国際社会は即時停戦の実行に向けて働きかけるべきであると、このことを私たちはもっともっと大きな声として上げていこうではありませんか。イスラエルのネタニヤフ首相、18日の記者会見でハマスを壊滅をさせ、ガザがイスラエルの脅威でなくなることだと、このことを主張し、ガザやヨルダン川西岸についてもパレスチナ自治政府による統治、ガザを含めたパレスチナの独立を否定するなど強硬な姿勢を崩しておりません。国際社会はこうしたイスラエルの姿勢に強く反対をし、即時停戦を実行に移す、このことが今本当に真に求められているんだというふうに思います。最も重要なことは、イスラエルの爆撃を止め、子どもや従業員に対する連日の虐殺を止めること、このことを繰り返し申し上げますけれども、私たちはもっともっと大きな声としてですね、世界に発信をしていく、日本から発信をしていく、東京から発信をしていく、このことが求められているんだというふうに思います。寒い日、連日の行動が続きますけれどもね、こうして多くの仲間が集まっている実施をするということに申し上げますけれども、勇気と自信を持ってですね、これからの取り組み、一緒に戦っていきたいというふうに思います。頑張りましょう。皆さんこんにちは。明日ICJ といって国際司法裁判所で、南アフリカがイスラエルに対して訴訟したゼノサイド裁判の、判決が、夜の9時から出ます。でもしかしたらこれが停戦に結びつくかもしれないんですが、どうか仮にこれから停戦が起きたとしても、占領や入植にノーということを突きつけて、パレスチナのためにこの間感じたこと、実際見たことをもっと大きいうねりすることを、停戦されたとしても少人数全員に力を貸してほしいと思います。今日は私のスピーチというよりも一人だけ代読したい人がいまして、葵さんという方をご存知でしょうか。この間 SNS やデモなどで情報保障ということに関してずっと発信をされてきた方です。葵さんは、生まれつき耳が聞こえません。だけど彼氏のことでずっと情報保障のことについて発信された方なので、その葵さんのスピーチを少しだけ読みたいです。ここにいる皆さんにお願いがあります。社会運動の場を含めたあらゆる場で障害者の存在を置いていかないでください。私は
害者の、特に聴覚障害者の代表者ではないので、私は私として話し、私の経験をこのスピーチ原稿に記します。葵さんはカナダにいたことがあり、それをきっかけに社会問題に触れることが増えました。先住民の権利、入管、ジェンダー、セクシュアリティ、気候変動、人種差別、ブラック差別、在日障害者、さまざまなことに関心を持たせてきました。しかし、でも今皆さんがこうやって来てくださっているデモやマーチなどに参加したくても、情報保障の最初の一歩は、UD トークといって字幕を起こしたりとか、写真を投稿するときにオルトテキストってこう字幕みたいなやつをつけたりするのが最初の一歩ですが、そういうことがなくて、つながりたくてもつながることができず、孤独を感じることが多いです。健常者であれば簡単にアクセスできる情報源が多いことによる悔しさや怒りも正直あります。私は、ポッドキャストやラジオを使うこともできません。映画や動画にも字幕がなければ、意味がありません。2011年3月11日東日本大震災の時に、聴覚障害者の方がたくさん亡くなりました。被災時、障害者の中でも聴覚障害者の方が一番多く亡くなったそうです。葵さんは当時高校生で、そのことを知った時の深い悲しみが今の心に刻まれているそうです。なぜならその人たちは、葵さんはその人たちが自分だというふうに思ったそうです。でもし被災を受けた時に街にサイレンとともにランプが光っていたら、もし街に家の中に一級ランプが設置されていたら、もし音や声以外の情報を知らせる方法があったら、もし瓦礫の下で押し潰されていても声や音以外の合図があったなら、そういうふうに考えられていたそうです。10月7日以降、ここにいる仲間たちはいろんな人たちが感謝のことを発信してきて、でも私は本当に最初に立ち上がった人たちは本当に社会の弱い立場だったり、必ずしも会社のことに詳しくなくても、本当に立場もお金もなく、本当に痛みを抱えた人たちがものすごい速さで会社のことを学んで、共に立って行動してくれたということを確信していますし、それは日本だけじゃなくて世界中で起きています。最初にも話したように、これは仮に停戦されたとしても続いていくことですので、どうか本当に弱い立場にいる人や、たくさんの人が参加できるような、たくさんの人の声を無駄しないような場が、もっと大きく深く広くなっていってほしいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。もう一回ここでコールをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 Free Free Palestine!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  Free 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 Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!
Yeah.
か。非常に寒いですけれども、気合を入れて話したいと思います。ブックトリック安全ネットワークの杉原です。私たちができることを3つお伝えしたいと思います。先ほど新藤さんからもありましたけれども、明日の夜9時日本時間で、南アフリカがイスラエルをジェノサイド条約違反で国際司法裁判所に提訴した件について逮捕前措置という命令が出されます。どういうものになるか分かりませんけれども、仮にもしイスラエルの今の虐殺を停止しろと、そういう内容のものが出た場合にですね、非常に大きな意味を持ちますけれども、直接イスラエルにこれを強制する手段はありません。ですから私たちがやるべきことは、まずそれぞれの政府に対して実質的にそれをやらせるような強い措置を取らせることだと思うんです。日本政府がやるべきことはイスラエルへの制裁です。例えばネタニヤフ首相の資産凍結であったり、あるいはイスラエルにいる日本の大使を召喚する日本に呼び戻すこと、逆にイスラエル大使館の大使などを追放すること、さらには日本とイスラエルの投資協定を破棄する、あるいは日本とイスラエルの軍事協力の覚書を破棄する、いくつもやるべきことはあるんです。本来ならもっと早くそれをやらせなきゃいけなかった。このタイミングで必ず日本政府にやらせろという声を上げましょう。それから可能であればイスラエル大使館に行くなり、あるいはイスラエル大使館にメールや電話ファックスをするなりして、この国際司法裁判所の命令に従えという声をぶつけることも必要だと思います。それから第2点、これも先ほどありましたけれども、私たちがやるべき停戦させる、あるいは日本の政府や企業の虐殺への加担を止めるためにやるべきこと、BDS というのがあります。とりわけ今力を入れているのが、先ほどもありましたけれども、日本の軍事商社2社、伊藤忠商事の子会社である伊藤忠アビエーションと日本エアートラントサプライが、イスラエルの最大の軍事企業であるエルビットシステムズと売り込みに協力する思い出を交わしている、これをやめさせるためのボイコットです。具体的に言えば、皆さんもご存知かもしれませんけれども、伊藤忠商事が 50% 以上株を持っているファミリーマートの自社製品をボイコットするということがどなたでもできることです。とりわけ、ファミマルっていうのありますよね、食品で。ファミマル、それから、ファミカフェ、コーヒーなどです。それからジーンズのエドウィン、ジーンとかラングラー、それからプリマハム、スポーツ用品のアンダーアーマー、こういうものは絶対に買わないという声を広げてください。今力を入れて集中しなければ、一日も早くそれを断ち切るということが私たちの加害をやめる、今最優先すべきことです。ぜひ広げてください。それから最後に、技術の関係です。昨年12月22日に日本政府は、わずか12人の与党議員の密室協議に基づいて、ライセンス品などの殺傷武器を輸出することを勝手に閣議決定しました。ライセンス品をライセンス元に出せるようになっています、殺傷武器を。そのライセンス元はアメリカやドイツなどのヨーロッパ諸国です。アメリカやドイツは今イスラエルに武器輸出をしています。日本が出した武器がそのままイスラエルに行かなくとも、備蓄を補うことでアメリカやドイツのイスラエルの武器輸出を促進することになるんですね。これ虐殺の加担です。さらに部品の輸出も可能になった。例えば F-16 戦闘機のエンジンを IHI が輸出すれば、それを組み込んだ F-16 戦闘機がガザの空爆をやるかもしれません。これも大きな課題行為です。さらに日本政府は国際法違反の侵略を受けた国に非殺傷の武器を出すと言っています。しかしこれも茶番です。基準がないと政府の高官が言っていますし、
それ以前に日本政府はイスラエルによるジェノサイドや民族浄化を未だに国際法違反と認めていません。そんなデタラメなやり方で武器の輸出を決めようとしている。これも無茶苦茶です。最後にまだ決着していないので、これから密室協議が再開されますけれども、日本とイギリスとイタリアの戦闘機の共同開発、その完成品を第三国に出すかどうか、公明党は今慎重姿勢を示していますけれども、妥協して決まってしまう恐れがあります。もしそうなれば、日本製の武器が例えばイスラエルに輸出されるかもしれません。あるいはサウジアラビアに輸出されるかもしれません。そうなると間違いなくガザの空爆やイエメンの空爆のような戦争犯罪に使われていきます。今私たちは起きてしまった戦争止めるのは大変ですけれども、起きる前に、戦争犯罪に使われる前に、武器の共同開発をやめさせていくということが今私たちができることだと思っています。やることはいくらでもあるんですね。ぜひ皆さん、今日からできること、そして明日できること、とにかくやれることをやって、この事実を伝えて、もっともっと大きな腕にしていきたいと思います。頑張っていきましょう。ありがとうございます。続きまして、岡本さんお願いします。皆さん、こんばんは。寒い中集まっていただきありがとうございました。昨日ですか、ガザで死亡者が25,490人という数、それを伝えられてきましたけれども、昨日の1日で176人ぐらいが亡くなっている、そういう世界が今ガザで行われているんですね。このことを想像してみましょうよ。私たちもっと、この今ここに集まっている100人くらいの人、もうちょっとの人かな、これが1日に一気に死んでしまう、そういう世界が今のですね、ガザで行われている。これが10月7日以降ずっと100日以上にわたって続いている。その結果が2万6000人近い人が亡くなっているということになっています。さらに7000人、8000人の人たちがまだ瓦礫の中にいるという現実、そういう中をですね、私たちが同じこの地球にいる、その中でそういうことを許しては私はいけないと思っています。パレスチナはもともと1940年代いろんな民族が集まって、仲良く暮らしていた土地でした。第二次大戦が終わってから、アメリカ、イギリス、フランス、そういう大国がですね、意思でもってイスラエルとパレスチナを分割するという、パレスチナを分割してイスラエルに土地を分け与える、そういうようなことが1947年の分割決議ということで出たわけですね。それでその翌年の1948年にイスラエルは自分自ら建国して、さらにそこからパレスチナの人たちの民族浄化を始めるわけです。ナクバという、よく聞いてると思いますけども、大虐殺という、それをもとにパレスチナの人たちは、パレスチナの土地からいられなくなって、ヨルダン、レバノン、エジプト、いろんなところにですね、シリアとか逃げていくわけですね。私が今今まで里子、パレスチナの里子を支援してきましたけども、それはレバノンに逃げたパレスチナ難民のキャンプにいる子どもたちでした。でも今そこをレバノンも戦場の地として貸して、爆弾が落ちたりしています。子どもたちとももちろん連絡は取れてません。そういう中でですね、私たちがやれること、今も杉原さんもおっしゃってましたけども、一人一人がやっぱり大きな声をかけて、パレスチナを見捨てない、パレスチナのことをですね、ずっと思い続け、人に語り続け、そしてパレスチナと連帯をする。簡単なことです。ツイッターで写真を上げるだけでいいんです。今日の写真を皆さんツイッターで上げてください。それを見た彼らがどういう力、どんなに力つけられるか分かると思います。彼らにとって一番大事なことは、自分たちが今世界から見捨てられていないということを知ることなんです。
そのことを私たちが伝えなければいけません。本当にですね、メディアも今パレスチナのことはどん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 少なくなっていって、当たり前のような状況がこう続いています。ただ南アフリカ政府がですね、国際司法裁判所に対して提訴した、そのことをですね、日本はもっともっとそれに対してですね賛同して、そして南アフリカと共にですね一緒に、イスラエルを制裁していく、そういう動きをしていかなければいけません。岸田首相にハマスをテロリストなんて呼ばせてはいけないんです。テロリストは誰だ、イスラエルなんです、ネタニヤフなんです、バイデンなんです。テロリスト誰だということを見間違えないで、私たちはきちっとこのガザに目を向け、そしてパレスチナの人々と心から連帯して力を注いでいきましょう。パレスチナの支援、それ私の BDS 東京という活動をして、不買運動をやっていますけども、一人一人ができることです。それをまずやって、こうした声で大きな声を上げて、パレスチナを連帯を進めていこうではありませんか。今日はありがとうございました。では続きまして、アミールさん、よろしくお願いします。Atrocities that Israel is committing against the Palestinian people, and they're still trying to say this happened because of October 7th. That 25,000 people, 25,000 Palestinians, innocent Palestinians, have been murdered because of what happened on October the 7th. Saying things like, oh, if they didn't attack us on October the 7th, nothing would have happened. We will not let them fool us with their lies that they will keep spreading across the world. We all know this didn't start on October the 7th. Palestinians have been going through an ongoing genocide for over 100 years. In 1936, after 20 years of colonial violence by Zionists and their British enablers, Palestinians finally said enough is enough. They rose up, they tried to fight for the right of self-determination and their land. But unfortunately, they got massacred again. Over 10% of the male population of Palestinians got murdered, severely injured or exiled. This is in 1956. This did not start on October the 7th. They've been trying to get rid of us, they've been trying to kill us for years. They've been murdering and executing intellectual and influential Palestinians for years. They've been trying to appropriate our culture through remaking our songs, claiming ownership to our food, our traditional dresses, our embroideries. They've been trying everything to get rid of us. They've made it illegal to raise the Palestinian flag in Palestine. And you can get in trouble for just mentioning the word Palestine. In 1972, Hassan Kanafani, one of the most influential Palestinian authors and Palestinian activists in modern history, was assassinated by the Mossad, the Israeli Secret Service, along with his 18-year-old niece in Beirut. In 1987, Palestinian artist and cartoonist Najil Ali, who's known for creating the character Haddalah, which is used as a symbol for the Palestinian struggle, was assassinated in London by the Mossad. These are only two people of the hundreds of Palestinians that Israel has murdered over the years. The only thing they had in common was they used their words and their arts to stand up against the Zionist regime. More recently, we've seen them
with more of our intellectuals like writer Rifat Al-Arir of the poem If I Must Die. We've seen them bomb universities, schools, cultural centers, religious centers all across Palestine. Start on October the 7th. This did not start in 2021. This did not start in 2006. This didn't even start on 1948. This started the moment the Zionist, the colonial racist Zionist program was put in motion. This started the moment warmongering racists in Europe decided to start a colonial project in a land that was not theirs to give. But when there is occupation, there is resistance. They said the old will die and the young will forget. But it's the Zionists who forgot one thing. They can kick the Palestinian out of Palestine. They can make a Palestinian not allow them to go to Palestine, but they can never take Palestine out of the Palestinians. Palestine is our blood, our souls, our emotion. They can never take that away from us, and they can never take Palestine outside of the Palestinians. At this moment, our voices, our actions are part of the fight for the liberation of Palestine. Keep protesting occupation, keep fighting for freedom, because freedom will always outlast the occupation. Yes! Free Gaza, free Palestine from the river to the sea. Thank you. イスラエルによるガザへの攻撃が始まってから4ヶ月が経とうとしています。そして未だにこのことの始まりは10月7日と歌われています。2万5000人が虐殺されていても、シオニストは全部パレスチナのせいだ、パレスチナ人のせいだ、あの時に攻撃を仕掛けていなければよかったんだと吹き捨てようとしています。もういい加減にしてほしい。そんな前提は受け入れられません。そんな手段には私たちをごまかすことはできません。パレスチナ人たちは1948年よりもっとずっと前からジェノサイドを生きてきました。約20年間のシオニストによる植民地支配の暴力と、それを良しとするイギリスに対して1936年にパレスチナ人たちは立ち上がりました。自己決定権と土地を取り返すように求める戦いを始めたのです。そこでもパレスチナ人たちは虐殺に遭いました。パレスチナ人男性の 10% 以上は殺されたり、大怪我を負ったり、故郷を追われました。これまで100年以上もの間、イスラエルは私たちの歴史の教科書から、世の中から消し去ろうとしてきたのです。私たちをないものにするために、ありとあらゆる手を使ってきました。何年もの間、影響力のある知識人たちを殺して処刑してきたのです。私たちの音楽を勝手に変えたり、私たちの食文化や伝統的な出身を自分たちのものだと言い張ったりして、イスラエルはパレスチナの文化を盗んできました。パレスチナではパレスチナの旗を上げるだけで犯罪と見なされ、パレスチナと言うだけでも問題になることもあります。私たちどうしても存在してほしくないのです。1972年にはガッサン・サラファーニさんがイスラエルの秘密情報機関モサドの手によって暗殺されました。彼は現代においてパレスチナで最も有名、著名で影響力のある作家でありアクティビストでした。当時18歳だった彼の命とともにベイルートで殺されたのです。
パレスチナ人の抵抗の象徴であるハンガラの生みの親として知られているアーティスト画家ナジ・アル・アリさんも同じくガザでの1987年ロンドンで暗殺されました。この2人に共通しているのは彼らが言葉やアートを介してシオニズム政府に声を上げたということです。武器なしの非暴力の抵抗だったのです。これまで何年間もの間、今日に至るまで何百人ものパレスチナの著名人、知識人たちがイスラエルに殺されています。今言ったのは、言った2人はそのうちたったの2人です。もっと直近の話では、私が知らなければならないのなら、募集を書いた作家のエサート・アル・アリールさんがイスラエルによる虐殺のさなか、米国に殺されました。私たちはイスラエルがパレスチナの大学、学校、文化、宗教的に大切な建物を爆破するのを見てきました。ありとあらゆる手で私たちを抹消しようとしているのです。すべては10月7日に始まったのではないです。2021年に始まったのではない、2006年でもない、1948年でもないです。本当の始まりはイスラエルと呼ばれる植民主主義的、人種差別的シオニズムのプロジェクトが動き出した時です。ヨーロッパにいた植民地支配や戦争に飢えるレイシストたちが自分の途中でないところに入植してしようとしたその時から始まりました。しかし植民地支配のある場所には必ず抵抗があります。憎悪のあるところには愛があります。年寄りは死に、若い者はそのうち忘れるんだろうと言われてきました。でも一つシオニストたちが忘れていたことがあります。これだけパレスチナ人をパレスチナから追放しても、故郷の土地に生涯足を踏み入れられないようにしても、パレスチナ人からパレスチナを奪い去ることはできないということです。パレスチナは私たちの血液である。パレスチナは私たちの心である。パレスチナは私たちの全てです。今この時、私たちの声と行動がパレスチナの川から海まで解放する戦いの革命の一部となっています。抑圧に抗い続けましょう。自由のために戦い続けましょう。そこから起きている非正義はあらゆるところの正義への脅威です。自由は必ず戦場に打ち勝ちます。フリーガーゼ、フリーパレスタイン、川から海までパレスチナの自由を求めて。ありがとうございました。Thank you everyone for being here today. I want to open up about a part of the world that often remains hidden, and that's the struggles endured by the people of Gaza before 2023. It's more than just numbers, it's about real lives and the unimaginable challenges they have faced.皆さん、今日はここに来ていただきありがとうございます。今日話したいのは、世界から隠されがちなことです。2023年より以前のガザの人々が耐えてきた苦悩について話したいと思います。それは単なる数字ではなく、現実にある人生とその人々が直面した想像を絶するほどの苦しみです。You might have heard terms like open air prison used to describe Gaza.But we reject that term. It wrongly implies that the people living there, including my family, are criminals. Instead, it's crucial to recognize that a colonial power and its brutal military have confined the people of Gaza, who have committed no crime other than being the indigenous people of a stolen country and refugee reminders of the initial.Ethnic cleansing that led to the creation of Israel in 1948. It may feel like a prison, but it is a concentration camp, a reality that I would like to explain to you. Gaza の
ことを説明する際に戦場のない監獄という言葉が使われているのを聞いたことがあるかもしれません。私たちはその言葉を拒否します。その言葉は私の家族も含むそこに住んでいる人々があたかも犯罪者であるという誤解を招くニュアンスが含まれています。私たちが認識しなければいけないのは巨大な植民地主義的権力とその残忍な軍隊が何の犯罪も犯していないガザの人々を閉じ込めているという事実です。ガザの人々は盗まれた土地の先住民族であり、1987年にイスラエルを建国する際に行われた民族浄化から逃れた難民の生き残りです。刑務所のように感じる場所かもしれませんが、実際は強制収容所であり、その現実のお話をしたいと思います。Life in Gaza was like facing a relentless storm. Jobs were scarce, with over 50% facing unemployment. Families fought every day to make ends meet, struggling to put food on the table. Imagine living in a place where every day feels uncertain, overshadowed by instability and the ever-looming threat of bombings and aggressions. The emotional toll and trauma is so heavy as our families face the harsh reality of violence and insecurity every single day. 2023年以降、ガザでの生活は容赦ない嵐に直面しているような毎日でした。仕事はほぼなく、50% の人々は失業していました。日々の生活をやりくりするために毎日戦い、食卓にご飯を並べるのに苦労する家族がたくさんいました。毎日が不安で絶え間なく迫り来る爆撃の脅威に侵される場所に住むことがどういうことか想像してみてください。暴力と不安定な生活の最中の現実に直面し続けることは私たちの家族の精神上と重くのしかかります。Behind these statistics lies an even more heartbreaking truth. Before 2023, 97% of Gaza's water was unsafe because of contamination. 97%! I want you guys to listen carefully. 97% of the water was not fit for human consumption. Imagine all the diseases and all the sicknesses that are spreading because of drinking water that is not clean. 97% of the water is not clean before 2023. これらの統計データの裏にはさらに悲しい現実が隠されています。2023年以前、ガザの飲料水の 97% が汚染によって安全ではありませんでした。 97% です。 97% ということを考えて、数字を考えてください。それは地域社会全体の健康を脅かしていました。生命にとって不可欠であるきれいな水にアクセスできないことを想像してみてください。そして汚染された水を飲むことでどれだけの病気が蔓延するか想像してみてください。 Electricity also wasn't guaranteed. It was a luxury. Imagine enduring up to 20 hours of power cuts each day, where darkness becomes a part of everyday lifeIn Gaza, people don't live life by time, but by electricity. Constantly asking each other how much time left till the electricity cuts. Can you imagine living like this? 電気も保証されていなく、電気は贅沢品でした。毎日最大20時間の停電に耐え、暗闇が日常生活の一部となるんです。想像してみてください。ガザでの生活は時刻に沿ったものではなく電気に沿ったものでした。電気が止まるまであとどれくらいとお互いに尋ね合うんです。こんな生活あなたは想像できますか。Before 2023, our health
already collapsing because of the apartheid and illegal occupation. With only 35 hospitals operating at full capacity and 3,412 beds for a population exceeding 2 million people. Can you imagine having 3,000 hospital beds for 2 million people? アパルトヘイト政策と不法占領によって医療機関が逼迫していて医療へのアクセスも制限されていました。このジェノサイドが始まる前からガザの医療機関はすでに瀬戸際でした。200万人以上の人口に対してフル稼働していた病院はたったの35箇所です。そして病床は3412しかなかったのです。200万人に対して3000の病床しかなかったっていうことを想像してください。 And then there's the home, overcrowded, inadequate, with over 70% of residents living in poverty. The struggle for shelter was as real as the air they breathe. On top of all of this, imagine listening to a banana, a drone on top of your head, playing in your ear 24/7. Just imagine that sound that you hear in all the videos, constantly buzzing in your ear. This is torture. And now, genocide happens. And Alessa, although it will be rebuilt, it's now under rubble. People, homes, schools, universities, hospitals, whatever you want, it's all obliterated. Everything is gone. And there's only one culprit, Zionism. そして住宅、ガザの 70% 以上が貧困の状態で暮らし、住宅は不十分で過密状態でした。住居がない苦しみは呼吸ができない苦しみと同じくらい現実なものです。これに加え毎日朝から晩までザナナ、ドローンの音が鳴り止まないことを想像してください。ドローンが頭の上に鳴り続けること、皆さんもビデオでも聞いていると思います。ドローンの音がずっと頭、耳の周りに、鳴り続けているんです。そんな状態の中、このジェノサイドが始まりました。もちろんどんなことがあってもガザは必ず立ち直りますが、今街は瓦礫の下です。人、家、学校、大学、病院、全部破壊されました。この罪を犯したのはただ一つです。シオニズムです。Zionism and Israel are to blame for each and every crisis in Gaza and the West Bank. They have created this avalanche of human suffering for Palestinians over the last 100 years. They don't want peace.And every genocidal crime that they are committing each day is proof that they do not want peace. We are sick and tired of the dehumanization and the illegal occupation, and we need fucking justice! Yes! Gaza と西岸地区のあらゆる危機を引き起こしているのがシオニズムとイスラエルです。過去100年にわたりパレスチナ人に対して洪水のようにひっきりなしの人災をもたらしてきました。彼らは平和なんて望んでいません。彼らが犯しているジェノサイド的犯罪はそれを証明しています。人間として扱われないこと、不法占拠されていることに私たちはもううんざりです。私たちには今すぐ正義が必要なんです。ほらPlease remember that reflecting on these challenges is not just about recognizing numbers. It's about acknowledging the pain, the desperation, and the collective will to survive. It's about realizing the importance of international unity to stand with those who face unjustifiable hardships. Even through all of these hardships, Gazans continue to find joy.And make the best out of what they have. It's a testament to their strength, their resilience, their faith, and their deep love for their homeland. Mm-hmm.
but see their faces, hear their voices, and feel the shared humanity. By embracing empathy, understanding, and taking decisive actions together, we can be part of a more hopeful future for all. Never forget, it's ceasefire today, lift the siege tomorrow, end the occupation, and free Palestine! Woo! Free Palestine! 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 Free
少しの訂正してほしいんですけれども、